今回の、えー、特別音声は、えー、そうですね、あの最近、うん、暗いニュースを見ることによってです、ね、いろいろ考えることも多いんですけれども、えー、っと負の連鎖を止めていかないとやっぱり世の中良くならないなということを最近よく感じます。ひ、えー、と一言で言うとですねあの、嫌だったことは人にしないで、えー、やってもらい たたかったこと、やってててもらっっっしかかたことをとをににく人にやっていくとい、そういうふうにあの切り替えていくってことですね。えー、完全に未来志向になるということは過去の,その、まあ、自分のネガティブな情動記憶からどんどん解放自分自身を解放していくっていうことでもあるので、うん、過去あ,あの時ああいう辛いことがあったなこういうことを。 嫌だっったなととかっていうことは、もう過去にどん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 追いやってしまってちっちゃくしていくもう見えなくなる感じなくなるとこまで、えー、コントロールし逆にこれやってもらってすごく嬉しかったってねこれは楽しかったってね最高だったっていうプラスの情動記憶をいつでも引っ張り出せるようにしていくっていう、えー、そういうことをやっていくわけですけれどもでよくそうですねあのー、例えば、 スポーツの世界でいうと、うん、中学高校のなんか部活の中でんていうんですかねパワハラというか暴力的なあの事件というかそういうニュースが時々未だに上がってきますと、まあ、今スマホ時代ですから誰でもこうさっと動画を撮れたりとか記録残せるんでそういうのが未だにあの世の中あるんだろうなってことはよくあの感じるところですけれども。 これって大体、えー、と先生が、うん、子どもたちに生徒たちに仮に、まあ、プレーがなんか集中力ないとか言ったことがなかなかあの繰り返しできないっていうところに対してあの苛立ちがあり思わずあのなんか殴ってしまったとかねまあもうそれはもうあのパワハラを超えてもう暴力なのでそういうことはもう終わりにしましょうっていうことですね。えー とまあ、それはもう戦前で終わりですよね。<laughs> 戦後70年以上経って何でそんな昔の,あの暴力で統制するような軍隊式なやり方がいまだに残ってるのかって愕然としますけれどもおそらくその先生たちはその上の子供自分が小さかった頃子供だった頃あの中学高校生だった頃にその先生その先生の先生からやられた。 ってたんで,ね、で、それは体に染みついて、えー、いて、まあ、自分もそういうことをや,れたやられたんだから当然このくらい厳しくて当然だろうっていうことを思ってる可能性も当然あるわけであってそれはもうダメですといこと21世紀以降に住んでる我々生活してる我々の中で、強制とか暴力なんてもう絶対あっちゃならないんですよね。 とということで、自分が嫌だったなとか自分はひどい目に遭ったなっていうことは決して人にはもうしないそこで負のサイクルを止めないとどんどん次から次へとまたつながっていっちゃいますからやらないってことですね逆にそうやってる人がいたらもうあの毅然とした態度であの止めにかかんないとだめですよね勇気を出してで今だったら本当にスマホで記録残せるんでえしかるべきところに提出する <laughs> あの えー、で事実であればそれはあのちゃんと正していかなきゃいけないんで、えー、教育現場にそういう暴力を振るとか暴言を吐く人もダメですよね、えー、と人間否定をするようなあのい,じむいじめをする先生もいるみたいですけども、えー、と先生同士の中でもいじめがあるみたいな、うん、そういうニュースがさっきありましたけども学校の先生に、えー、そういう関係者に聞いたらまあ割と普通にありますよみたいな話を聞いて愕然としましたけど。<laughs> 本当なのっていうね、まあ、近しいことはありますよみたいな感じで、まあ、閉鎖的な職場だからそういうことが起き,る起きやすいのかもしれませんけどもそれにしてももうそういう時代じゃないでしょうっていうことですね。だからまずは自分で嫌だと思ってることは人にしない当たり前の話ですもんこんなの。なんかもう小学生中学生にねあの言わなきゃいけないことを何であえて言わなきゃいけないのかっていうこともありますけども社会がそうなってるんで。 でえー、そういうことをやってる人はあのきちんと止めていくってことですね。で逆にここからまさにコーチング的な発想ですけれども未来思考、えー、なんか他人にやってもらって嬉しかったことをとにかくやるやり続ける逆にやってもらいたかったこともやってあげるってことちょっと余計なおせっかいかもしれないけどみたいな。 やりすすぎなないいいいよううににしした方がと思ま価値観の押付けっちゃんでそれはやりすぎないようにそこは気をつけなきゃいけないものの例えば今子供たちにコーチングを届ける活動をやってますけどこれは自分が子どもの頃中学高校、ま、大学含めてですけれども、えー、と10代とかにこれを知ってたらすごいことになったなぁと過去思考じゃなくて実際そういうふうにふと思うわけですね。 でもちろんそれはまだあの日本にコーチングがしっかりと導入されてなかったり上陸もしなかったしということだと思うんですけれども逆に今こうやって学,学ぶことができるで、えー、当然大人があの中心で学んでますけどやっぱりこれを子どもたちに無償で届ける活動っていうのは、えー、その意味があると思って自分が子どもだった頃にこれを大人から教えてもらったらこんなに嬉しいことないなっていうふうに感じるわけですね。自分自分身が子供だった頃に 時間を巻き戻して彼に見るとしたら。であれば、うん、まあちょっとですね、あの、余計なおせっかいに近い部分はあるかもしれないけれども、子供たちに少なくともこういうものがあるよって、ね。自分自身の評価を高めた方がいいんだよってね。ねエフィカシーを高めた方がいいんだよとか、夢は大きい方がいいんだよって。ゴールは本当にとにかくどでかい方がいいんだよということを教えたいですね。ということで、えー 自分自身が子供であればあのやってもらいたいだろうなともしくは、まあ、やってもらいたかったことをあえてやってあげるとそういうことを実はあの押し付けではなく、うん、まあご紹介というかですねそんな形で広げる活動がまさに無償であの展開している PX とか、えー、っとジーニュニア・ナイトあの卓絶棋士養成プログラム、えー、子供向けのコーチングを広める無償の活動なんですね。 でこれは自分がやりたいからやってるということです。でやりたいからやってるんだけれどもあのまあ相手の視点っていうんですかね例えば子供たちの視点でいうとうまあ,あの教えた誰から教わったかっていうのはあの記憶に残んなくてもいいけれども、えー、とこういうプログラムを学んだなとかあ,あの時学んだう ゴール設定の話ゴールを設定する夢は大きい方がいいよ、ね、とにかく自信を持つんだよっていうような話エフィカシーを高めることが重要なんだよっていうことを、えー、どこかの心の片隅でもあのずっと置いといていただきそこから人生が思いっきり変わりましたっていう子が例えば10人に届けて1人でも100人に届けて1人でも2人でも。あの そういういうに思ってもらえるんだったらそれこそあのコーチングを学んでそういう人生をあの未来志向の人生を選択していくかっていうのは本人に、えー、任せる部分ですけど委ねられる部分ですけども少なくともこういうものがあるんだよこういう方法論があるコーチングという最新の、えー、科学を根拠とするようなですねこういう理論体系があるんだよということは。 えー、知っといて損はないと思うんですね。ということで、えー、っとなるべく、えー、そうですね子供といっても中学生できれば小学校45年もしくはもうちょっと手前ぐらいでもいいと思うんですけどもそういうところから、えー、可能性があるところはどんどん広げていきたいそういう活動を実はしてます。これがまさにコーチングであり未来志向であり、えー、仮に負のサイクルがまだまだ残ってるのでれそれを断ち切ってです、ね、ポジティブに切り替えていくっていうことですね。 えということで今日はまああのコーチングを広げる活動子どもたちにコーチングを届ける活動というのはどういう意味でやってるかということをお話をしました、えー、嫌なことは嫌だったことは人にはしないやってもらいたかったこともしくはやってもらって嬉しかったことをとにかく積極的に、えー、プロアクティブにってねあの活動していく行動を起こしていくということはまさに、えーまあ、コーチングを学ぶ もしくはプロのコーチとして、コーチを広める役割の一つかなと思って、そういう意味合いも含めてお話をしました。できれば、この動画、音声を聞いている皆さんもですね、ぜひそっち側になっていただきたいなという思いで、音声を取りました。